日本の超高層建築物、構築物の一覧は、日本の超高層建築物及び構築物の一覧である。現在、日本で最も高い完成済みの建築物は、アベノハ春カスで、日本で最も高い構築物は、東京スカイツリーである。以下は日本にある高さ185メートル以上の超高層建築物の一覧である。 高さは先頭を含むが、アンテナマストは含まない。高さの比較のために、既存の構築物も,も掲載する。高さ100メートル以上の高層建築物は、東京都、大阪府に100棟以上。高さ200メートル以上の高層建築物は38棟、あり、東京都に24棟、大阪府に6棟、愛知県に4棟ある。高さ180メートル以下の超高層ビルは、 各都道府県の一覧を参照。判例順位の後ろのイコール同じ高さのため同順位のビル以下は日本にある高さ210メートル以上の自立式構築物の一覧である。高さは戦闘やアンテナマストを含む標準的な高さ測定法に基づく。以下かつて日本に存在したが解体、または破壊されて現存しない。 高さ110メートル以上の建築物と構築物の一覧である。以下は日本で建設中の高さ185メートル以上の建築物と構築物の一覧である。着工、建設中のビル。以下は日本での建設が計画されている高さ185メートル以上の建築物と構築物の一覧である。以下は日本での建設が計画されていた 高さ180メートル以上の建築物と構築物の一覧である。以下は日本で最も高い建築物の変遷の一覧である。建築物のみの一覧であり、構築物は含まれない。ありがとうございます。